今日は山下智久についてジャーニーさんが話すみたい。私は後楽園に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ、ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。山下智久っているじゃない。いるね。ヤマピーでしょ。そのヤマピーがドロップスオブゴッド神の雫で海外ドラマ初主演を務めることになったんですって。どんな話なの？モーニングで連載されてた日本の人気コミックでワインのお話。それって昔カトゥーンの亀梨が主演したやつじゃないの？そうなのよ、実は。亀とヤマピーって何かと因縁があるんだね。それがファンからは複雑な声も上がってるんですって。どういうこと？山下がジャニーズを辞めたことで亀とヤマピーが実質自然消滅状態になっちゃって、後回しにされてたカトゥーンファンは不満を抱えてたらしいの。ほうほう。で、今回の山下のキャスティングについても嫌がらせとか関わらないでほしかったって声が出てるんですって。難しいね、ファンの心理って。複雑なんでしょうね。僕がヤマピーだったらうるせえ黙れとしか思わないけどね。こら、歌の通り俺たちはいつでも二人で一つを体現してるよね。仲良しで素晴らしいよね。楽しみだな、ドラマ。いい先輩ね、ユウは。見ないけどね。